月誕生日おめでとうありがとうツイッターでっケメロディーさんありがとうダイスさんありがとうございますサトレンさんもありがとうラビューラビューお話券お話券 <laughs> お話券お話券ありがとうお話券もぜひ買ってくださいあの あとはえな,なんか話すことがいっぱいあってちょっと何から話したらいいか分かんないんだけど <laughs> なんかね <laughs> そう。 なんかみんなが本当にこうやって応援して <laughs> ショールームとか見に来てくれる皆さんとか今日も <laughs> あのユミニさんの卒業コンサートであの自分の「おかえり」ってパネル持ってくださってる方とか見てなんか。 そうなんか動機とかもそうだけど自分が「ただいま」って言える場所があるってすごい嬉しいなって思ったしその場所を作ってくださってるのは皆さんなので本当にありがたいなって思ってまずは本当に皆さん ありがとうございますすごい皆さんのねあの応援とかちょくちょく見てたんですけどすごい嬉しくてそれがすごく力になったし STU48 の一員として戻って早く頑張りたいなって思えたのですごい。 嬉しかったです皆さん。ありがとうございます。す。すい、久しぶりですえ、すごいなんかショールームがさ寂しさすぎてあ <laughs> 最初に使い方戸惑ってあの、コメント読む速度が追いつけないけどみんなありがとういっぱいコメント書いてくれて「ゆっくり進んでいこう、ね、ありがとうラッパンさん」すごい。 あ,のあったかいなって皆さん温かい皆さんがいてくださって本当によかったなって思いました「もばめ登録したいけど一覧に名前ないよ」はっあれ今日から一応モバイルメールは再開してるんですけどまたちょっと聞いてみたいと思いますスタッフさんに。 かわいよ、ありがとう。<laughs> キャロットさんのツイートを見てました。さやさん、ありがとうございます。は久しぶりです。かずさ,さん、ありがとう。かずさん、ありがとう。寒暖差が激しい。え、そうなんよ。ちょっと半袖寒いけど。え、ちょっと皆さん聞いてください。あの話したいことの。あの、もう一つに。あの。レッスンで。 あのサーヤンさんとかと一緒に結構いたんですけどサーヤンさんと喋ってる時とか結構自分もえへへが口癖なことに気づいて「えへへ第2号」って莉 <laughs> 子さんとかに言われてだからえへへ T シャツをすごい気に入ってるんですけど「えへへ」とか「あら」とかめっちゃ言っちゃうんだけどそう。 エヘヘは受け継ごう受け継げるかな後継者ちょっと後継者になりたいかも <laughs> ちょっと後継者になりたいえだからそうこのエヘヘ提出が着れることがめっちゃうれしくて <laughs> そう昔からえ本当にえ言ってるちょっと自覚なかったからさイヒヒイヒヒ誰 誰、誰、誰ちずかちゃん、ぐっとぐっと、ありがとう。わるさん、えへへ、えへへ。引き継ぎます。ほんさん、レインボースター、塾、ありがとう。久しぶり。クックさんも、花束、ありがとう。ざっきーさん、ありがとう。はじめまして、えへです。はじめまして、えへへ。第2号です。<laughs> いけ。 リモーケンフィーさんフォローありがとうございますそう欲しいええへへ提出欲しかったねとく、えー、自宅さんお城お城ありがとうお城ありがとうね明日ちょっとお礼かけますありがとう自宅さん今日自宅さんそう亀稼石でかわいい写真撮ってくれてありがとう嬉しかった 広島城広島城だよ名 <laughs> 古屋城なんだ <laughs> 確かに社長が乗ってるわ名 <laughs> 古屋城ありがとうそう広島城あっそう今日グリーンアリーナ行く時に広島城を初めて見たんですよそうあっちの王は行ったことなかったから初めて見てで行きは気付かなくてずっとリハーサルとか行ってたけどでも 帰りのタクシーでやっと気づいた <laughs>。綺麗と思って。サトルンさん、ありがとう。これは何だろう。ありがとうございます。あ、サトルンさん、サイアンさんと仲良くなれました。<laughs> これが痛かった。サトルンさんに。そう、広島城見れた。大きくなって、結婚して10個。10個は ?10 回は告白されちゃった <laughs> いいよダメいいよダメえいいよダメ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 あだダになっちゃった <laughs> ダメになっちゃったよメエル君どうしようどうしよう十個じゃダメになっちゃった <laughs> 長谷川城長谷川城かな本さんハートマナ、ま、ちゃんレインマスターありがとうユーニョンさんありがとう嬉しい私も嬉しい。 思っててくれて嬉しい <laughs> グッズ買ってくれてありがとう、翔ちゃん。え、見たよそう、翔ちゃんのツイッター見た。嬉しかった。これからも、翔ちゃんのお家に私のグッズがいっぱい届くといいな。ひーさんひーさんのツイートめっちゃ嬉しかった。ありがとうひーさん。ラッチ、ラッピーラッピーお久しぶりです。ありがとう。え、なんかさ、 マッツさんマッツさんいいんですかタワー。えカズさんタワーありがとう。変なんかもうな、泣いちゃう。今日、どんだけ泣かせる気みんな。なんか、グリーンアリーナでもう、すごいなんか、そう、関係あわて泣いちゃって。えちょっと、ちょっと待って、スクショしよう。嬉しい。 嬉しいからスクショします <laughs>。ありがとうございます。え、びっくり。なんかそう気づいたらタワーがいっぱい立っててびっくりした。ありがとうございます。フェア・チャイルドさん、ハートありがとう。ジャッキーもハートありがとう。お兄ちゃんかわいいありがとうお兄ちゃんのツイートもね、めっちゃ嬉しかった。なんか私のことを考えてくれてたみたいで <laughs>、すごい嬉しかったし、早く、 お兄ちゃんに元気な姿見せたいなって思って。そう。ありがとう。キメロディーさん、ハートありがとう。メールくん、レインボーストありがとう。サさまさん、ありがとう。ラブレター、ジャッキーさん、ハートありがとう。本さん本さん、ホンさんいいんですか名古屋城。名古屋城、<laughs> 名古屋城ありがとう、本さん。ちょっとみんな、明日、俺、書くから明日、来てくれたら嬉しいです。 おめでとうタワーあそういうことありがとうおめでとうタワーラッピー泣ける本当に泣ける私もえそうなのメイルくんありがとう <laughs> ももにゃんギフトえごめんなんか結構 <laughs> いっぱいみんながくださってて今ざっとお礼したんだけど 届いてなかったかなあっ、ももにゃんハートいっぱいくれてたありがとうももにゃんありがとうママにゃんもあのツイッターのリリプライ欄にそうあのおかえりっていうコメントあって嬉しかったよもにゃんありがとうねポスターさんこんばんははじめましてかずさんまたタワーありがとうえありがとう ありがとう嬉しい熊ねパパも結婚して10個20個ありがとういいよダメ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 あれ ?20 個でもダメになっちゃう偶数だとダメになっちゃうの 研究説は千秋楽のヒヤマのお役でのなあみょんなあみょんタオルかなえタオルなくしたみたいなの見たよお兄ちゃんの <laughs> 見た <laughs> 嬉しかったなんか写真も撮っててくれ撮ってくれててなんかこうやって私があの休止してる間なのに私のことを思ってくれてこう なんか自分もなんか気持ちはすごい広島出たかったし出れなくなった時も悲しくて本当になんかにみんなの公演の動画とか見たかったんだけどしばらくちょっともうショックがでかすぎて見れなかったんだけどでもそうやって。 応援してくれるお兄ちゃんとか、みんながいたから、そう、本当に嬉しかった。ありがとう。ポストさん、ハートありがとうございます。ty さんもありがとう。ヒロリンありがとう。c さん。えー、嬉しい。c さんありがとう。え、c さんってアンジー、アンジーと知り合い ?c さんって。樹徳さん。え、またまたタワーありがとう。ありがとう。 ありがとうはありがとうはです。えリップ薄くない私。<laughs> ここで塗るんだって。タワーありがとう。今日見たノアミアナダースケースえー、本当嬉しい。なんかでっかいああでっかい会場だったからちょっと。 いつもよりあきか当たりました <laughs> でも本当になんかまだ実感がなくて正直そうでもなんか夢夢見てたテンライトいっぱいの大きい会場での 景色を見れたのは初めてだったから人うちの声で水色のペンライトがすっごいいっぱいキラキラしてて「わすごい!」ってめっちゃ感動してあの歌ってる時鳥肌とったもん本当にすごかったなんかその景色を見せてくれたゆみリンさんは本当にすごいなって。 本当に憧れの先輩ですツイート、え、見たよミヤッチありがとう、ね、ジュトクサムに本当ありがとう久しぶりに、お、ちょうどいいじゃん今日右じゃらしい左じゃらしいノアじゃらしいただいまー <laughs> ただいまじゃらしい さっき自分十一個キツい投げたけどダメになってたよあれ <laughs> あれあれえへへ <laughs> 早速愛用。えへへ。えへへ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 へへ,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 へよしちゃんさんほらありがとうございますひろさんやっほーただいまーひろさん ね、偶数同じって気づいた「墨退公演初日おめでとう」「山口いけないけど頑張れ」うんそうなんです皆さんと話したかったことが墨退公演の初日メンバーとしてめっちゃめ,めっちゃ下読んでた墨退公演の初日に選んでいただきましたあのー、本当にねありがたい し初日に立てるってすごいことだし自分自身こう公演のレッスン途中から参加したんですけどでもこう休んでた分やっぱ体力とかも落ちてたし。 なんかき記憶力 <laughs> 記憶力も落ちててだからやっぱレッスンの最後とかって怒られたりするんですよ結構だからそれでなんか悔しくて <laughs> 泣きながら帰ってその走りにランニングして体力つきに行ったりとか。 すごい頑張ってみんなに追いつく努力してこうちょっと僕対公園のレッスンでレッスンでなんかよりなんだろうもう一回一歩ずつ頑張るっていうことができた気がしたし。 なんかまたこう休止っていう状態になっちゃったのでこうまた一歩ずつ始めから頑張っていけるように頑,頑張ります頑張りますそう記憶力が落ちて本当にやばいマジでなんかレッスンがすごい重なってたりしたのね結構それで もう頭がいいいいっっぱぱで体に染みつけさせるっていうなんか時間がちょっと少なかったっていうのもあるしこういつもより覚えることも何個もあったから全然覚えれなくてもう弱 <laughs> かった弱 <laughs> かった独り言が止まらなかったのもうどういうことってなっちゃった ランランランが見たい。え、一緒に踊ろうややそうリンプさん。<laughs> ツイッターでもさ、ツイートしてくれてて、やソーさんが。そう。だから、ランランランの練習よりそう頑張ったんだ。<laughs> 頑張りました。浴衣写真パネル。えマジでマジ嬉しい。え、あの、浴衣写真パネル。浴衣写真パネルが、 ちょっと漏れたんでぜひ皆さん買ってください買ってください漏れました漏 <laughs> れました初日はい頑張りますそうまた牧体公演のレッスンとかも始まるので、ま、た振り入れとかね頑張りたいと思いますあおしおさん「ランランラン」と「ビンゴの振りコピー任せろ」 おじさんです。対戦よろしく。対戦よろしくお願いいたします。対戦よろしくお願いいたします。ふふ。リバーさん、記憶力が落ちてる。よし。はじめまして。初見チャンス。いや、違いますって。<laughs> それは、それはない。みんなのことは忘れてないよ。愛かさん。えー、ありがとう。愛かさんもツイートしてくれてて、すごい嬉しかった。愛花さん、ありがとう。ありがとうございます。 実はナーミョンのこと好きだったって気づいたかもしれない <laughs> それはもうさ絶対好きじゃん <laughs> いやでもお兄ちゃんがこうアイドルを応援してて本当に心の底からなんか行かなきゃじゃなくて行きたいってこうなんか絶対に会いに行きたいって思ってもらえるようなアイドルになれるように頑張るねお兄ちゃん <laughs> プータさん、かわいい、ありがとう。まイ、カメラマデーブさん、ラブレター、ありがとうございます。キルンさん、ハット、ありがとうございます。えければ、ブログに伝えたいことを書いてもらえたら、そう、ブログも書こうと思います。はい。メールにも送るんですけど。<laughs> なんや、楽しい。嘘、サッチー、サっチー、んなんか今、 ギッとかわくたい莫しな初日頑張ってありがとうアイクさんおアクスタうしいありがとうとくさん帰宅したらパネルお本当にちょっとそれは楽しみだそう楽しみあのパネルすごいよね爽やか系うんな何か言った え、見たよ、カズさん。ありがとう。嬉しい。嬉しかった、本当に。みんなが。おかえりって言ってくれて。やちさん、わしの記憶力。わしの記憶力わしの記憶力 <laughs> 宮ちさんのこと覚えてるよ。いや、ママには無理がある。<laughs> いや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 、私なんて見ただけじゃ覚えらんないから、すごいよ、逆に。アザミあざみもは取れて。 えでも今日メイクさんにねあの「あのどうしますか?」みたいな髪型言われて「いやちょっと可愛いキャラは嫌なんですけどツインテールにしたら可愛いキャラになっちゃいますかね」みたいな <laughs> 言ったのねそしたら「確かにツインテールは可愛いよね可愛い系だよね」って言われてだから「いや 思っってポニーーテルにするかもやったのねでもひーちゃんとどうしてもツインテールを揃いにしたかったからツインテールにしたんだけどでやっぱ外見からね <laughs> 変えていかないと無理かもしれない忘れられた頃んどういうこと投げたの聞いた えうん聞いてない <laughs> 聞いてないよおしおさんが謝ってるそうだっよね瀬川みやびちゃんになびいてさせんあそう私のお友達が SKE48 に加入して頑張っております本当におめでたいみやびちゃん <laughs> 私のことねお姉ちゃんって呼んでくれてて で、宮部ちゃんは <laughs>、ニックネームに私がつけたニックネームのミアビームって名前をね、書いてて可愛いなって思い,思いました。そんなミアビーム <laughs>、ニックネームにしなくていいよって思ったけど。でも、なんか、なーちゃんからつけてもらったあだ名だから書いたんだって言われて、すごい嬉しかった。<laughs> ちょろいから嬉しかった。 アニメ見て今季も週に15本見ててえっそうなの最近はアニメ全然疎いですね疎いですアニメはそう今日りえち誕生日でそうお祝いしましたみやみちゃんのことは応援するね私のことも応援してねヒーロさん <laughs> 19歳、誕生日おめでとう。ありがとう、メイルくん。19歳だよ十九歳。え、そう。ちょっと、最近年を感じてるんだけどさ。話したいことがいっぱいあって早口になっちゃう。<laughs> ゴッティにアニメをおすすめしてんの <laughs> 面白い。ミアビーム、そう。名付け親私で。そうだから、なんか、ちょっと見た時に、ミアビームってどういうことみたいな。 はい、だってなんかすいませんって気持ちになった <laughs> すいませんって気持ちになった <laughs> あそうなんやあそうだよねそうかなおの誕生日をみんなでお祝いしましたうんえみやびちゃんと掛け持ちにするのら私私いかさんあいかさん私は <laughs> <laughs> 私はいや本当に聞いてほしくて私ステージ下のところを3回ぐらい通るんですけどあそこって結構かがまないと通れなくてだから今日本番なんか膝の上ら辺が筋肉痛なのか痛いのかみたいな感じだったんだけど そう痛いのかみたいな感じなんだけどなんかそれで年を感じてる <laughs> あとあの裏を全力疾走しただけで「うわ!」ってなるのそうだから <laughs> だから年を感じた <laughs> 本日年を感じましたあカズさん結婚してあれ7個だったのに8個来た ダメになっちゃったんだけど。あれあかん。<laughs> ンサンキューはヒーターン楽しいって決めた。決めて、うん私は, <laughs> 私,は私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 は今日ステージでのみやみを輝いてた。本当に嬉しい。ありがとう。すごいね。楽しかった。なんか。 アイドルっていいなって思いました <laughs> そう自分がなんか夢見て頑張ってきたことは無駄にならなくならなかったって思った <laughs> そうでも今日イヤモニが入るときにで髪の毛シュッってやったら外れちゃって両方センターステージって音聞こえないから 分かんないどうしようってなってた <laughs> リアルで休養中に安田えっ安たかもちょっと顔シュッとした感じする本当にシュッとしたそう気づいたら年を一つ重ねたえだってあの気持ちはまだ17歳だもんそう しん深夜んさんありがとう嬉しいこれからも仲良くしてくださいかすみんはめっちゃ元気もうめっちゃ元気ずっと喋ってるずっと喋ってますずっと喋ってますよかすみんはお本ほんとにじゃあ一緒じゃん <laughs> 私はマッスルになってないけどでもなんか筋トレ最近筋トレするんですけどやっぱ筋肉がないなってつけなきゃ筋肉をって思った <laughs> キラキャラなアイドル障害がありますように頑張ります キキラキラできるように頑張りますいやマジで今日のコンサートをしてみてユミリンさんになりたいって思ったユミリンさんかっこいいって思って目が離せなかった19歳の自己紹介確かに19歳牧体公園で言うんじゃないでまた高校3年生って言うんじゃないまた <laughs> また言うんじゃないもしかしたら。どうしよう。どうしよう、どうしよう。<laughs> 第二のユミニさん。それはえへへだけでしょ。<laughs> それはえへへだけでしょ。かっこいいとなって配信中にポシャケ飲むという伝説の後輩になるのか。なりません。<laughs> なりません。<laughs> キラ,キラ星投げとく <laughs> ねえそうそうそう,そう4日5日前ぐらいにさ流れ星流れ星隕石隕石っていうか流れ星見たんだよね私人生で初めて見て最初隕石だと思ったの結構大きかったから UFO? わかんないけどレッスン帰りにリエチとひーちゃんと歩いててそしたら っていうか本当にシューンってキラキラが落ちてったのでっかいね流れ星5つ分ぐらいのだから「え隕石が落ちた!」って思ってで「えやばいどうしよう」みたいななんか惑星崩れるじゃんって思ったのねでごめんねなんか今来た人惑星の話だから 惑星崩れるって思ってえやばいみたいななったんだけど違うでしょみたいな流れ星でしょって言われてでも流れ星じゃない気がするけどでも今現在そんなニュースないわけやん惑星が崩れたみたいなだから流れ星なんだと思うんだけど流れ星見たんよ願い事できなかったスクショタイムします せえのがさん、はい。あ、こっち見るんだ。<laughs> せえ、あ。えへへ。せえのがさん、はい。えへへ第二号。せえのがさん、はい。 にしよっかなーせーのがちゃんはいありがとうそう 流れ星って隕石なのじゃあでっかい版の流れ星ってことすごっえっ隕石落ちたらさ惑星って崩れないのえちょっと待って理解が追いつかない私には。 ゆめりんさん見つけてこなかったらしこさんの卒業ともにおったさししてなかったえそうなんだゆめりんさんは偉大だやっぱりでもそう今日あのなんだっけ初日の衣装初日の衣装指原さんの衣装だったのすごくない嬉しいと思って衣装さんと「やばい!」ってやってた <laughs> すっごい嬉しかったかずさん私も美味しかったよ美味しかった会いたかったツイートいっぱいしてくれてありがとう嬉しかったえまだいかん下級なんだろうそれ願い事できなかったのれそれさんこんばんは バードがいいろろ怪しくて元気出るどういうことうん元気この通り <laughs> ユおりゆゆゆさんレインボースターありがとうございますありがとうお前も地表にぶつかったと思ったブラックホールから出たかけロ分からん <laughs> おかえりなさいありがとうやよさんありがとうございますゲーミングチェアありますここにこっちにある <laughs> ありますよ今も仲いいですせーのがさんはいもう最後に可愛いせーのがさんはい <laughs> 冬物さーん。私も会いたかった。冬物さんに。ただいまそう、髪めっちゃ伸びたよ、私。めっちゃ伸びた。結構伸びた。けど、かすみんには、なーみんってマジで髪伸びんよねって言われた。<laughs> めっちゃ似とる、今の。めっちゃ似とるよ、今の、かすみんに。23日、ありがとう皆さんぜひ、是非 オンラインの話し会も販売再販として販売されてるのでぜひお話ししに来てください覚えてますよしもべもちろんですよ覚えてないことなんてありませんよややさん十ありがとうございます元気な姿元気な姿毎日見てほしい え、生のが3杯で撮ろう、あいかさん。生 <laughs> のが3杯で撮ろう。え、そうなん部品交換できた。えらい。やばいあのアミョンの沼にブラックホール。<laughs> え、私、ブラックホールになる。ね がが苦手だけど話が間違っててそうで元気しか出てこないえねえちょっとさ、リカの話で言うとさ、あの、ずっと私は、オンラインえっと、ずっと私は、24のやつかずっと私は <laughs>、あの、中学生、小学校6年生ぐらいまでずっと、 昼間に何で白い月が見えるのか不思議だったのね。でなんでなんでっていうのをもう私は明確に覚えてる12回12回12回ずっと家族とか親とかに聞いてたんだけどなんでだろうねって言って流されてたのね。でも、まあ、当時はなんかガラケーとかだったから。わかんないじゃん。 自分で調べるとかもなかったし。<laughs> で、ずっと気になってて、理科で、あの、月は太陽になんか照らされてるみたいな。<laughs> 太陽になんか発光してないみたいなの聞いて、え、そういうことって思ったんだけど、結局月がなんで白いのが見えるのかは、あの、忘れちゃったんだよね。だから今、急に気になってっていう、そういう話を <laughs> しただけ。<laughs> なん <laughs> でもないやっぱりなんか気まずい <laughs> ますどういうこと自分喋ってる自分が何言ってるかわかんないんだけどうん <laughs> タラタタラタタ動いてななよみてるだけえ本当に嬉しい早くお話ししようよ <laughs> 帰るなみょんありがとうきナクかパパさんきナクかパパ嬉しい酸素って何ですか ?O2 水蒸気に 色はつけられますかって確認し言ってた自分なので仲間うん <laughs> ちょっと待っ,て待っ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 てどういうこと水蒸気 水蒸気って何。湯気。え。え。あ、どういうこと。酸素は空気。 どういうこと怖いテイショット2枚だけどいっぱい撮ろうよいっぱい撮ろうよせーのが3杯で撮ろうよ AKB の曲えまかったえ本ほんとにえまかったなんかエモいとかのレベルじゃないえてかちょっとまだリハーサルとかも 見れたたりとかなかなったしどんな感じだったのか分かんないんだけど「音聞いてる限り映像流れててでなんか披露してるところとかもあったじゃん「風を待つとかその時もう「え目の前にいるユミリンさんも見たいしえ映像も見たいしえどっち見よう」ってなった。 どっち見ようって思ったどっちを見るべきだと思う <laughs> 広島の直接お話か「のあちゃん撮るべきですか?」「私以外撮らないで!」とは言わないけど私を撮ってほしいなももにゃん <laughs> まあ私はももにゃんとったももにゃんと話したいなって思うけどももにゃんが。 私と話したくないなって思うなら、分かった。分かった。私は話したかった。私は話したかったのにって言うけど、ふふ。っていう話よ。<laughs> 入れでかりの、いでかりの再結成ですね。普通婚 袖からはもう全然見えないから、音だけほとんど音だけで聞いてて、風を待つだけ唯一見れた。そう。サトウレさん十ありがとう。牧体公園で、あどうだろう。<laughs> どうだろうメロメロになっちゃうかもよ。 新衣装、そう、卒ツの新衣装は超可愛かったよね。あのー、初めて見た時、え、可愛いってなって、そう、嬉しかった。本当にカリさん嬉しい。ありがとう。じゃあ私はブラックホールということで。<laughs> カスかすみとリアチューあ、そうなんです、ね。私とは、 話してくれないんですねももにゃんももにゃんゆうなさんこんばんはけいさんこんばんは会いたかった会いたかった会いたかったよ復帰公演あ確かにそうやんな復帰公演だ復帰公演です 入れかりみょんいいでしょレイダウンレイダウンしちゃいますレイダウンしちゃいますおきキマカカパパのミョンミョンカールまた待ってますってことでちょっとそろそろやるご飯を食べたいと思うので終わろうかな何時かわかんないんだけど11時半か終わろうかなと思います すごい !4UU さん、タワー、名古屋城。名古屋城、え、これ名古屋城でもない広島城でもあるのかなありがとうえ、嬉しい明日ちょっと、お返ししますね。お返しじゃない。何んお礼お礼します最近ちょっと日本語の記憶力もすごい。 あのやばくて「ありがとうございます」って私はたら「こんにちは」って今日言っちゃってすごい気まずい空気になっちゃったありがとう嬉しい YOUYOU さんありがとうスクショしちゃった嬉しくてありがとうあ本当にカメ子だったけどとうがったそこそこ初はじめましてなおさんはじめましてケータリングあ美味しかったケータリングなんかねペンネグラタンみたいなのがあったんだけど あの3杯も食べちゃって気まずかった <laughs> 嬉しいツーショットえー、もうねツーショットと言わずにねもう100ショットぐらいしたよねあえツーショットってそういう意味かそういうことか2回撮るってことじゃなくて2人で撮るってことかそうだよね普通に考えて とでまたまたねご飯食べてきまーすえちょっと嬉しいからタワーいっぱいなので写真撮っとこうはいチーズ <laughs> 自分にバイバイありがとうありがとうバイバーイグッバイ またねー。テレレン